オア中華民国の政治家、ジャーナリスト、実業家。中央通信社の初代社長となるなど、中国国民党の宣伝部門を担った人物である。旧名はい。号は、環境。一般に、字の道国で知られる。1908年に、紅用公軍連合中学に入学し、1911年に、卒業した。1914年に、 調査講師工業学校機械科に入学し、この間に中華革命党に入党した。1917年に卒業し、コナン伝統講師に就職した。翌年、天津に赴き、フランス資本の英和機械賞で設計士を担当する。間もなく再びコナンに戻り、コナン平講賞、花実望者賞、コナン道元局などで電気技師などとして働き、 1922年秋には、湖南省立おつし工業学校で、数学教員を務めた。1923年9月、湖南省の実力者である、丹野部により、湖南内族軍総司令部行政委員として起用され、ここから、道動国は政治家としての経歴を開始する。1924年、中国国民党に加入した。1925年春に、 上海に赴き、上海南洋タバコ講師職行工同士解消期となる。1927年6月、南京に移り、当中央労工部組織課,課課長に任命された。1928年2月には、中央宣伝部聴収課,課課長に転じ、同年下半期には、東北の長学寮を駅誌させるための工作に参与した。1929年冬には、同等秘書となる。 1932年5月、道動こは中央通信社社長に任せられ、国民党の宣伝任務に責任を負うことになった。1935年11月、党大5期中央執行委員に選出されている。1943年、三民主二青年団、第1期中央団部評議員として招聘された。1946年11月、 政権国民大会代表に選出されている。国境内戦末期の九百四十九年十月、衝動国は香港に逃れ、九百五十年春に台湾へ赴いた。同年九月、中央通信社の改祖に伴い、管理委員会主任委員となる。九百五十七年十月より、国民党中央評議委員に選出された。1960年、 私立復興儀劇学校当事長になった。1964年12月、中央通信社の再度の改祖に伴い、同社から引退している。その後は、相当不国策顧問となった。1969年には、文政書店の経営に乗り出している。1973年11月11日、台北市にて病没。去年79。 中央通信社が所在する志清大郎の衝動こ共造。ありがとうございます。